皆さんこんにちは、横浜のモブ美容師上村です。私が動画を全然更新していない間にたくさんの方がチャンネル登録をしていただき、なんとこちらの動画たくさんの方に見ていただいてるみたいです。本当にありがとうございます。今日はですね、人気のこちらの動画から、コメントをたくさんいただいてまして、中にはご質問もいただいてます。確かにみんなもそこ、疑問に思ってたんじゃないかなとかって思うところがあったので、補足じゃないですけれども、改めてプラスで、皆さんにお伝えしたいなと思って動画を撮っております。早速なんですけど、この、ショートとボブの乾かし方の原理っていうのが、根元を立ち上げることによって、内巻きになる。頭って、卵型なので、皆さん中には、絶壁なんだよねとか、蜂が張ってるんだよねとか、お悩みあると思うんですけれども、真四角のもうカクカクカクっていう頭の方はもういらっしゃらないので、基本的には卵型の中から、いろんな骨格があるっていうだけなので、毛穴から髪が生えている状態は、根元が浮いていると内巻きになりやすいです。逆に根元が潰れていると外に跳ねやすいので、寝癖がつく理由としては、寝ている間にこうて枕で潰されてしまうので、外跳ねになるんですね。で、根元が浮いていると内巻きになるので、朝は必ずお水で跳ねてる毛先じゃなくて、この毛先、跳ねてる毛先の根元を濡らさないと意味がないんです。一時的に内巻きに、寝癖を直すことができても、お昼を過ぎたらピョンとまた跳ねてきたっていうことがあると思うんですが、それは結局、跳ねている毛先は直しても根元からは寝癖が直っていなかったという状態になるんですね。で、これもね、ご質問であったんですよ。寝癖に効果がある方法は何かありますか。もう水で根元を濡らしてドライヤーを入れ直す、これしかないです。で、そのやっぱり根元の濡れ方によっては、寝癖がちょっと残ってしまったりもすると思うので、時間がある限りしっかり乾かせれる時間内で、お水の量、しっかり濡らしてもらえるといいと思います。冷風を当てた方がいいですかというコメントをいただいてます。冷風は、厳密に言うと別に当てなくてもいいんですけど、ドライヤーって、昔からあるじゃないですか。でもこの形状で、弱風温風冷風温風のこの切り替えってなくならないですよね。どんなに進化したドライヤーが出ても絶対冷風ってあるんです。じゃあなんででしょうっていう、なんか人気のない機能とか、そういった不必要なもの、みんなが求めてないものってどん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 省略化されていくじゃないですか。だからなくなっていくはずなんですけど、冷風と温風の切り替えって絶対今までにもあるんですよ。ということは必要なんですね。肌と同じです。温まっていると毛穴がこう開きますよね。で、冷風、冷たいお水を当てるとこうキュッと締まるじゃないですか。髪の毛も同じで、温めると、乾かしていると髪の毛の表面は開きやすく、冷風を当てることによってキュッと締まりが出ますので、その締まってる状態が髪のツヤが出ているんですね。なので時間がある方はぜひ乾かし終わった後冷風を当てていただけると、よりツヤツヤに仕上げることができますし、冷風を当てることで意外に乾ききってないところが分かるんですよ。温風でずっと乾かしていると、もう乾いたかなと思いがちなんですが、意外に冷風に切り替えると冷たくなってくるところがあります。そこはまだ水分がしっかり残っているところなので、もう一度乾かし切ってもらえると、半乾きちょっとでも濡れているところがあると寝癖がつきやすいので、しっかり 100% もうむしろ 120% 乾かすぐらい。皆さんが思っている乾かしすぎでダメージっていうのは案外、かなり度を越さないとそうならない。ただパーマとかカラーリングをしていて毛先の方の水分を保持するパワーが少なくなっていると、どんどん根元は濡れてるのに毛先だけが
バサになってくるっていうことはありえますので、どうしても根元はしっかり乾かしたい、 120% ぐらい乾かしたいんですけど、毛先の方は何もしなくてもどんどん乾いていくので、オーバードライ、乾かしすぎっていうことが発生するんです。なのでドライヤーの前にオイルをつけて、まず保護をしてあげてから、水分の飛ばし切るまでの時間の差をなんか縮めるというか、根元しっかり乾かしている間に毛先がパサパサにならないようにオイルをつけるっていうイメージになりますね。私も説明が下手くそで皆さんに伝わってるか分かんないんですけど、分からないことあったらコメントください。で、なぜこの乾かし方は早く乾かすんですかっていうご質問いただきました。これね、手って意外に髪の毛束になってるんですよ。こうやって手ぐし通すとこんだけの束になるわけですよ。でもブラシとかだとこうやって目が細かいので、空気の入る空洞のこの、 あの間が空くんですね。なので手で乾かすよりも早く乾かします、乾きます。でブラシで乾かすことを私は今回推奨していて、こういった形状のブラシがいいですよってお伝えしています。どうしても動物の毛とかでできているこういうロールブラシと呼ばれるようなものだと、目が細かくて、これはねツヤを出したりブロー仕上げみたいな感じで使うことが多いので、今回は、乾かすためのブラシとして私はご説明しているので、できればこういうスケルトンブラシっていう、もうスッカスカの密度が少ない粗い櫛ブラシの方がいいと思います。こうやって密度、こっちの方が粗いんですね。こっちの方が細かいので、乾かすためにはこっちを使っていただくと摩擦も軽減できるので、100均にもあるのでぜひちょっと、ゲットしてみてください。後ろから前で乾かしてくださいと美容師さんに言われました。美容師さんによって説明の仕方が違うので、いつも困ってしまいます。これあると思うんですよね。やっぱり美容師さんっていろいろな、知識と経験から最善にお客様が髪をきれいに美しく保つ方法をお伝えしてくれてると思うんですよ。なので私もカットの方法によっては、この方だったらこっちの乾かし方がいいなとか、癖があるからこの方だったらこっちの方がいいなっていう風に変えることももちろんあります。これはとにかくベーシック、基本となる乾かし方なので、より自分の髪質とか、骨格に合わせた乾かし方を見つけていただければベストなんですけども、中にはやっぱり乾かし方、基本がわからないという方が多いので、今回は根元からこうやって持ち上げて斜めに乾かすんですよとか、襟足の方からは真横にこうやって乾かすと内巻きに入りますよとかっていう風にお伝えをしています。で、後ろから前に乾かすっていうのも結局根元を浮かせながら乾かせれる方法なので正解です。なので別に美容師さんがこうやって言ってるな、私がこうやって言ってるなっていうので迷わなくても大丈夫です。基本的には根元を浮かせる乾かし方を伝えているだけなので、決して美容師さんが上から下にこうやって溶かして乾かしてくださいって伝えることって少ないと思うんです。ただ切りっぱなしの外ハネのヘアスタイルに乾かしたいときは根元を潰した方が外ハネになるので、上から下に乾かした方が綺麗にまとまります。内巻きにしたいときは斜めか真横っていうふうに私はお伝えをしておりますので、ぜひ悩んだときは外ハネにしたかったら上から下、内巻きにしたかったら、斜めか真横っていう風に覚えておいてもらえると嬉しいです。なので絶対悩まなくても大丈夫です。きっと美容師さんはこう後ろから前にこう下向いて乾かした方がやりやすいだろうなと思ってお伝えしてもらってると思います。私は、化粧水なんかお風呂上がりっていきなり乾かさないと思うんですよ。まずお顔の化粧水つけて乳液つけて、保湿してから私は髪を乾かすんですけど、後ろから前に乾かすとなんかベチベチ当たって、しかもなんか保湿してるから髪の毛がなんかベチョーってついて、なんかこうやってこうつくのが嫌なんですよね。そしたら髪の毛が顔にかからないんですよ。なので私はこの方法をお伝えしているだけで、美容師さんによっては
後ろから前に乾かしてくださいねって伝えてくださる方もいらっしゃると思います。やりやすい方で全然いいと思います。とにかく目的は、この動画を見ていただいている方が、髪型を手軽に簡単に綺麗に保てるようになるためなので、別に乾かし方はなんかこう自己流でもいいわけですよ。うまくいけば。うまくいかないから、こんな風にお伝えをしているだけなので、ぜひ自分に合った乾かし方、私は後ろから向いてこうやって下から下に向いた方が乾かしやすいのよっていう方であれば、全然それは OK です。もうとにかく仕上がりが綺麗に美しくまとまってればいいんじゃないでしょうか。そんなものかな、そんな感じです他にも、トップの乾かし方、ボリュームの出し方もあるんですけど、これはぜひ次回の動画でご紹介したいと思っておりますので、ぜひ気になる方はチャンネル登録をして待っていてください。今日は人気のこちらの動画の、ご質問をいただいた内容を動画でもお伝えをしようと思って、補足っていう形で動画を撮らせていただきました。いつも動画を見ていただいてありがとうございます。本当に私ゆるーくやってますので、更新頻度も低いですし、自分が喋るため実際に来ていただいた担当させていただくお客様に上手に説明ができるような練習として YouTube を始めているので、グダグダなこともあると思いますけれども、こうやって最後まで見てくださるお客、視聴者様を大事にしてこれからも頑張っていきたいと思いますので、ぜひよろしくお願いいたします。では、次の動画でお会いしましょう。さようなら。